ようございます。香りです。今日も昨晩の遠隔ヒーリングのね、報告からしてみたいと思います。はい、昨日はね、ライブを1ヶ月ぶりで開催したら、そのライブの中でね、またメンバーになってくださった方もいらっしゃり、今18名の方です。はい、その方々にね、毎晩ヒーリングさせていただいているのですが、日々ね、ちょっと違う形のヒーリングをね、入れてます。で、私も毎晩ね、気づきがあり、で、まあ基本として、基本のスタイルとして変えずにいこうかなと考えているのが、その方にね、ヒーリングをする方に対しての感謝は必ず入れるというね、はい、何々さん、ありがとうっていうね、その気持ちをまず伝えながらのヒーリングっていうね、このスタイルはね、続行してるのですがね、そのせいかね、あることにね、気づいたんですよね。で、私はヒーリングしているつもりです。でも感謝を込めます。でね、感謝を込めるっていうのはね、その中にその人の本質を見るっていうね、その意味があるんですよね。で、そうするとね、昨晩はね、その本質から私がヒーリングされているというねはい、これはね、あるっていうかね、私すごいラッキーっていうかね、ヒーリングの効果はこの一方的ではないっていうね、働きかけると戻ってくるものがある。あとはね、だから何を見るかなんですよね。相手に対して何を見るかで、だから量子力学的に考えると、その観察するものが見えるっていうかね、意識なんですよね。どういう意図のもとに観察するかで見えてくるもの、だからそこから返ってくるものが違うんだなってことに昨日はね、気づいてね、こうヒーリングをしながらね、こう感動っていうかね、今日もなんかまた新しいことに気づけたとい こう嬉しさに浸りながらのヒーリングだったのですが、昨日のヒーリングは私はトーラスを整えるっていうね、まあ、手法っていうのかな、まあ、イメージですね、はい、をしてみたのですが、そのトーラスを整える、じゃあトーラスが何かって言ったら、一番わかりやすいのが、なんだろう、リンゴとかね、かぼちゃとかの形ってなんか似てますよね。それはね、私が子供の頃デパートの屋上で見たね、オレンジジュースの噴水みたいなね、オレンジジュースがこう上から下に上って、下から上に上って、そのケースの中をこう360度こうバーッと下に落ちてくる、その繰り返しみたいなね、その形をがリンゴとかかぼちゃとかね、自然界にね、トーラス状のものがいっぱいあるんですね。つまり地球上のエネルギー循環がその形に転写するみたいなね。で、物事はこうフラクタルであることを考えると、そのリンゴやカボチャの形、そのトーラスが人体にも働いているであろうというね。で、この思いはね、結構もう揺るぎのないものになってます。だから人体はリンゴで言ったら、そのリンゴの真ん中の芯の部分に肉体があって、そこにこうエネルギー循環してるとね。で、そのエネルギー循環がスムーズであれば、その人に必要な情報がね、入ってくるとね、考えています。なので、私が意図しているヒーリングは不調の箇所をね、伺って、そこをこう集中的にヒーリングするということもしているのですが、その人に必要な情報が届きますようにというね、その意図がね、かなりの部分を占めています。だから、その方がふっと気づいて、なんかこういうことをやったらいいかなとかね、
あ、今この情報が、あ、必要な情報と出会ったなとかね、そのなんてマッチングをね促すっていうかね、その人にとって必要な情報がスムーズに入ってきますように、そのためにはこうトーラスがこう滑らかに循環しているといいのかなっていうね、全てねイメージ上のことではあるんですよね。だから意識です。はい。でもその意識っていうのが具現化していく、私の意識で何を見るかによってその人から引き出されるものがねあるっていうね。でそんなことからね、これはだから日常の人間関係でも漏れなく当てはまるなっていうね。だから一見なんだかなっていうね、ちょっとこう自分がこう嫌悪感を感じてしまうようなことをしている人とかね、まあ、どうしてもこう好きになれない人、まあ、いますよね。で、まあ、その気持ちを否定する必要もないと思います。ああ私はなんかすごく今嫌な感じがしてるなっていう、その気持ちも素直にっていうか、まあ、そのまま認めつつ、でもその人の本質を見ていくっていうんですかね。だからそれは想像上っていうかね、想像力を働かせないとその人の本質ってなかなかこう見えてこない、ね、だからこれもね真逆のものをもつれ刺すみたいなね、3次元と5次元をもつれ刺すみたいな意識をあえて使っていないとなかなかその相手の本質は見えてきづらいものがこの3次元上のね世界かと思います。だから本能とか直感とか主観に頼りすぎるとやっぱり悪いところばかり目についちゃうっていうねまあどうしてもそう陥りがちな、まあ、プリセットしたねされたそのデフォルトとして3次元上ではなんか欠点とか嫌なことが先に目についちゃいますよというね、まあ、その世界でこうあえて生きていると思うんですよね、まあ、それを選んでね生まれてきたっていうかね、じゃあもう一つ意識を想像力をあえて働かせてその3次元と5次元をもつれさせるためにはその人のね本質を想像するっていうね、うん、そんな感じかな。で私はその感覚をヒーリングでも使っていると分かりやすいっていうかね、その反射っていうか反応として私に戻ってくるものは色ですね、まあ、光。だからその人が生まれ持ってくる光っていうか色は、まあ、その人の特徴とかね役割とか、まあ、その人らしさっていうのは色でね現れるなっていうね、そんな気は強くしています。だからそのヒーリングの相手に感謝をしているとこう色がこう浮き上がってくるみたいなね、あすごく綺麗な色で、あとはこう特徴があったりいろんな色が混じっていたり、あそうするとこの方はの色はねこれを持って生まれてね来ている方なんだなってことが分かりね、その色をね私は楽しむっていう感じですね。あいろんな色があるんだっていうね、はい、その色をただ楽しめばいいんですね、ある意味ねいろいろ考えないで、あこの人はこの色で美しいんだっていうね、すごくユニークなんだとか、その色の組み合わせもとても、まあ、面白いんだっていうね、うん、なんかその存在を楽しむね、相手の存在を楽しむっていうね、この視点もねまた一つね日々のヒーリングに入れていきたいなと考えています。はい、メンバーになっていただいた方アンカトー、はい、今日もご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。